どうもナオチンです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はレベル上げやっていきたいと思います。レベル上げをするにあたって必要な装備があります。まず一つ目、これブラッディーアーマーですね。 HP が徐々に減るんだけども無敵になるっていう防具。そしてもう一つ、武器にファクターで HP 吸収、これをつけてください。この二つが必要になりますね。まずブラッディーアーマーですけども、ブラックスミスの通常作成ダマスクスで入手することができます。もしくは敵からドロップすることもできますね。そして HP 吸収の武器はリメイクですね。リメイクで特殊系でつくことがありますので、素材をすべて、アイアンでいいと思います。アイアンとかシルバーでを5つつけて、リメイクをするとたまにつきますので、その2つ、準備してください。でレベル上げをするタイミングですけども、クリア5からでいいと思います。クリアするまでは普通に進んでるだけでレベル70ぐらいまで上がると思いますので、全然いけると思います。でクリア後はさすがに試練の洞窟がありますので、レベル上げをしないとちょっときついっていう感じですね。で試練の洞窟に入りましたらば、無敵と HP 吸収があれば全然進んでいけます。パーティーを1人にしてとりあえずどんどん進んでいって、おすすめは9階ですね。9階まで行ってみてください。無敵があるので全然いけると思います。そうするとワープポイントが出てきてセーブすることがね、簡単になるんですよ。なので俺のおすすめは9階まで行ってください。では9階に行きます。それでは9階でレベル上げをしていきますね。まずは壁を背に立ってください。バックアタックされないようにね、こういう風に立ちましょう。で準備をしていきます。戦術の隊列ですね。一番いいのはスクエアシフトです。経験値が 125% 上がります。まあ持ってないならばフリーファイト、経験値が 50% 上がるやつ、これをつけてください。でそして、特技の修行すべてオンにしましょう。修行すべてオンにします。でこれです、スカウト。スカウトで敵を探すをつけてください。これで準備は OK です。でもう一つ準備してほしいものがあって、それが連射コントローラーですね。連射コントローラーで、攻撃ボタンを連射して放置します。これね、放置しとくだけでいいんですよ。連射ボタンを放置しました。そうすると、スカウトで敵がまとめて出てきますので、それを、連射ボタンでずっと倒し続けるという感じです。もう何もしてません。コントローラー全く触ってないですね。で無敵なので、どんな攻撃をされてもやられることはないですし、HP 吸収しますので死ぬことはないです。もうこの間にまあご飯食べててもお風呂に入ってても OK です。もうとにかく放置ですね。はい。で、1回の戦闘でこんな感じで経験値が入ります。で倒し終わっても、またスカウトが入ってますので敵がリンクして出てきます。はい、もうこれの繰り返しです。で試練の洞窟は経験値がものすごく高いんですよね。ものすごく高いので30分とか 1時間いらないね。3、40分放置しとくだけでもうとんでもないレベルになってます。1時間放置すれば多分255にマックスまで上がるんじゃないかな。まあすっごい、楽なレベル上げなんですけども、これは間違いないので、はい、クリア後にはぜひやってみてください。まあ連射コントローラーはねちょっと必要にはなるんですけども、いろんなゲームで連射コントローラー使えますので、ぜひ一つ買っておくと便利かと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。